簡単に説明させてもらうと、彼女はハイドさんがやってるハロウィンパーティーというライブ、ハイドさんのファンやったらみんな知ってると思うんですけども、ハロウィンパーティーの打ち上げで出会ってます、ヒロキと。でその中で一人で寂しくしてる彼女に対してヒロキは水を持っていたりいろいろしてたんですけども、違うアーティストが絡みに行く子を助けに行ったりだとか、彼はその時から彼女に対して好意もあったやろうから印象付けも含めてやっていたんだと思います。でその場に関してはそれで終わってます。でその後東京でもう一度会おうということで、レコーディング終わった後に会いたいと言われた中で、彼女はやっぱり自分に子供もいるしタカともつながってるからやっぱり会ったらあかんなって自分の中で思ったので、ヒロキに断りました。でもヒロキはどうしても会いたいと、レコーディング終わった後にどうしてもご褒美として自分の中に思ってたから、そこだけは夢を叶えてくれということで押されて結局会うことになったんですね。で食事だけという約束だったんですけども、食事行った後、女の子はね推しに弱い子いっぱいいるので、彼女も押されてそのまま気づいたら彼の家に連れて行かれてました。でその中でそういう行為を彼がしてきてます。そこまでの間に彼女は別に彼に対して嫌な気持ちはなかったので、もちろんそこに受け入れる部分はあったんですけども、もちろんでもやることをやろうとしてきたことに対して彼女は反発をします。でもそれでも彼はどうしても彼女のことが好きだったのか、その場はそういう風に押し倒しという性行為に至るんですけども、その際にねゴムをつけるなり外に出すなりっていう行為をすればよかったんですけども、結局中に出しちゃうんですよ。でそれに対して彼女はなんで中に出すの、何かあったらどうするのと彼に言ったけど、彼はその場では安易な言葉で、いやできたら産もうよと、まあ、これって結構無責任な発言なんですけど、男からしたらね。でその後彼女はアフターピルをもらいに行くつもりで行ったんですけども、さすがに昨日のあれで生まれることはないやろうということで、通常のピルをもらったらまさかのできてしまってたと。でその中でそれを彼に伝えた時に、彼は産んでくれと。でもその当時彼には彼女がいたし、彼女には娘もいたので、そんな簡単な気持ちで結婚できない、子供も産めない、だからこの子供は下ろさなきゃダメだと彼女は判断して、下ろすことがね決していいことではないんですよ。でもその彼女はやっぱり彼の将来のことも自分の将来のことも娘のこともいろんなことを考えて下ろすことを決意しました。でも彼は絶対産んでほしいと、どんなことでもお金も稼ぐし自分が責任取るからと。でもその中でどうしても彼が言えなかったのは、自分の両親だけは言えないと、森進一森雅子に言っちゃうとどこでどういう形で変な風に広がるかわからないから、できれば両親に会わずに子供だけ産んで自己承諾で結婚したいと、今の彼女とも別れてくるという中で彼女に対して説得に当たったんですが、彼女はいやいやちょっとそれでもやっぱり冷静に考えたら、あなたはまだこれから未来もあるし、私はあなたのお兄さんのこともよく知ってるし子供もいる、そんな中で子供を産むということはやっぱり現実的でないということで、最終的に説得をして子供を下ろすに至ってます。でその後本当に彼はこの当時付き合った彼女と別れ、この彼女と付き合います。彼女はその後付き合いをして実家に連れてってもらってます。森進一さん森雅子さんそれぞれのところにヒロキがどうしても会ってほしいので連れて行かれました。でその中でお父さんからもよくされ、彼女が森進一さんに会いに行った話は僕は実はタカから聞きました。その時タカもびっくりしてたんで、で僕もそれ聞かされてびっくりして、えそうなんみたいな話になったんですけども、でそんな流れの中でそこは一番うまくいってる時ですよね、彼女とヒロキが。でずっと付き合ってきた中でその後武道館でライブがあり、その武道館のライブ中に彼女のためだけに作った歌を歌ってくれました。でそういうことされたら女性ってめっちゃ響くじゃないですか。特にアーティストはそういう技を持ってるというか、僕もアーティストの人は付き合い多いんでね、そういうことを女の子にするのはよく見てましたけども、でそのあたりが多分彼女にとっての幸せの絶頂値というかピークだったと思います。でその後ですね、結局武道館やった後にいろんなライブもこなすようになってきたから、彼にもお金が入ってくるようになったんですよね多分。でお金が入ってくると男性っていうのがやっぱり遊びたくもなるし、このお金を持ってることを謙譲く人に対して見せたくもなるし、そういった意味合いも含めて打ち合わせと称して彼はしょっちゅう飲みに行くようになるわけですよ、西麻布で。ラウンジだのキャバクラだのとか飲み会だの。でそれも含めて飲みに行くのは別にいいと、彼女的には。ただ彼女にもプライドがあるし、行くなら行くってちゃんと言ってほしい、嘘ついてまで言ってほしくない。でその中で彼は仕事や打ち合わせやって嘘をつき続けて飲みに行くわけですよ。自分の周りで広くて遊んでる女の子たちが攻撃をしてくるわけですよね。最終的には彼の家にいわゆるマーキング、よく女の子がやるイヤリング忘れた、ピアス忘れた、リップ忘れた、そういう攻撃をしてきて露骨に浮気してるのがバレていくわけですよ。でそうなってくると彼女からしたら、ちゃんと結婚してくれることも考えた上で付き合ってくれるんであれば、娘のいる彼女からしたらちゃんとした次の結婚相手、娘のことも学校とかに送迎してくれたわけじゃないです か, だかそれぐらいちゃんと娘のこともかばってて、娘も彼のことを気に入ってたんですけども、それがどん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 多分存在になってきてると思うんですよ。まあだから振られる直前に彼がどうしても出たいフェスがあるからということで彼女に頼んできました。でその彼女がたまたまそのフェスのメインの会社のこの社長と知り合いだったので、なんとかねじ込めないかっていう話をしたら、なんとかねじ込めて出れることが決定したと。で出れることが決定したよということで彼女がヒロキに伝えるんですけども、ヒロキはありがとうって言った後、そこからまた連絡が途切れるわけです。で彼女は別れたくなかったんですけども、別れざるを得ない状況になって別れました。で別れた後にフェスがあって、そのフェスに出るという、要は彼女は別れた後また会って半年
経った時に連絡が来て、この後半年後ももし気持ちがあるならもう一回付き合おうということで1年後の幕張メッセのライブに呼ばれました。でそこでもう一回付き合うことになるんですけども、結局ヒロキの生活態度は何も変わってないと。毎晩飲み歩いて他の女行って、でその状況下の中で彼女は結局別れを選択します。で別れた後彼は着信拒否をするなりなどしてずっと連絡を途絶えてたんですけども、また1年後連絡が来て、最近どうなのと。で俺は新しい彼女ができて順調やと、お前も幸せなのかという状況をね確認するような電話が来たから、久しぶりに会うってことなんてありました。で会った中でね、最終的に時間も経ったし帰ろうかとなった時に彼がですね家まで送るよと。でももちろん彼女は断ったんですけども、いやいやもうとりあえず送らせてくれと。その送る中で家着いた時にちょっとトイレ貸してくれへんと。でまあそのトイレに上がっていた時にトイレをするわけでもなく、最終的にセックスの行為に応じました。で最終的に話をされ、それが結果としてまた妊娠することになっちゃいました。でその時に彼女は付き合った男性だったので産もうと実家に帰って育てようとしたんですけども、彼はそれに対して OK を出さなかった。お金は出すよ、でもその答えは俺の欲しい答えじゃない。でそれをそうこう繰り返しているうちに、もちろん子供はどんどん大きくなりますからね、お腹の中でね。でどん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 お金もかかるし、彼女はもちろんキャバクラで働いてたけども、そういったところに行けなくなったから、せめて治療費を払ってほしいと連絡したんですけども、それすらも彼は脅迫してんのかと、お金たかってんのかと。そういった中で彼女は最終的に追い詰められていくわけですよ。言葉でそのことをけなし、お前は本当ダメなやつや、いわゆるモラハラってことよく聞きますよね。米倉涼子さんだとかいろんな方がそういうことをやられて、自分がダメな人間やと思い込まされるで、お前には誰一人幸せにできないよってことは彼女は言われ続けて、彼女はどん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 落ち込んでいくわけですよ。で最終的に誰にも言わず誰にもバレないんであれば産んでいいよと彼は OK 出すんですけど、そんなこと不可能ですよね。だって親にじゃあ誰の子供って説明するの、もうその時点で不可能やから。もう言ってることはだから非現実的、絶対無理なことなんですよ。結果彼女は降ろすことを強要されます。でその中で降ろす日を決め、その日が決まるまでその電話以外を受け付けないというわけわからない一方的な理由で電話を切られ、その後中絶する日を決め彼に電話します。そしたら彼はその病院の日に行くよと。でもちろん承諾書にもサインをする、お金も払う、その日何時に病院行くかって言った後彼は病院に来ました。で来た中で彼が取った行動っていうのは、その承諾書にサインをし、お金を払い、領収書を求め、携帯電話をなくしたから取ってきてもう一度電話します。幼稚園や小学生ちゃうねんからそんなわけわからん嘘で、結局彼は戻ってこず、彼女は子供を降ろし、その報告だけ連絡しようとしても電話しても着拒、 LINE もブロックです。